げた方がいい。それこのとりあえずもうちょっと待ってください。下がる下がる。さっきのゆっくりこう寄せる動作を返して強い中到達してますね、イカの下に。だからとりあえずそのまま行く。動きが激しくなったら完全に変わる。たるめたらイカが跳ね、あの野猿が跳ね上がるから、それでかかるけど。おかしくない感じかけたらあんまり速くても そんだけやって来たらこの下ロープやから。どこがロープ？普通にやっとる。じゃあちょっと弾入れ映るかな。弾入れる。飛んでくる。でかいかもしれない。あ、やられる？その下ロープやで。その下ロープ上や。なかなか見えへんな。
はい、どうぞ。待ってください。なんか、どう？おっすやん。2キロ、ないかな。ギリギリちゃうかな。